藤井博美は、福井県吉田郡永平寺町出身の元プロ野球選手。福井高大福井高校を在学中は、1年生時からレギュラー。2年生時には、夏の甲子園にエースとして出場し、2回戦の旭川工業、高校相手20の0、14脱三進完封。3回戦提供高校に7から17で敗退。3年生時は、 春の選抜に出場、東院学園高校に2から3で敗退。夏は福井県大会決勝で敗退、2年連続夏の甲子園出場の夢は目前で立たれた。アジアトリプル A 選手権では高校日本代表の4番を任されるなど打撃面の素質も評価されていた。打撃の素質を評価され、2003年ドラフト7巡目で千葉ロッテマリーンズに内野手として入団。 2004年、二軍が故障者続出による投手不足になったため、内野手登録であったが、二軍で投手として25試合登板。2005年、首脳陣の打診を受け入れ投手転向。しかし、2006年の周期教育リーグより内野手に再転向。2007年10月2日、戦力外通告を受ける。12球団合同トライアウトでは、打者としても、 投手としても出場してみせたが、プロた球団からの誘いはかからず、社会人野球の三菱自動車岡崎に入団した。三菱自動車岡崎では、投手としてプレー。エースの元北かなりに次ぐ存在として、頭角を表し、チームの投手陣を引っ張った。2009年より、地元である BC リーグの福井ミラクルエレファンツに投手として入団。1年頑張って復活して、 もう一度 NPB に戻りたいと意欲を燃やす。同年シーズンの地元開幕戦に先発し、完封した。お立ちがでの第一声は、ただいまだった。コーチである木村一輝がシーズン途中に退団したことにより、一時期は当番日以外の試合では一塁や三塁のベースコーチを務めていた。また、2009年9月3日のシナのグランセローズ、戦では、 内野で数人が発熱のため欠場となり、急遽9番ショートとして出場して打席にも立った。その時の成績は1打数0安合いんだ。2010年11月9日、12球団合同トライアウトを再度受け、3者連続脱三振を含めて打者4人を抑える。球速は時速 145km を記録した。2011年3月のキャンプ中、 後輩の菅谷翔太に対し、行き過ぎた行為があり、警察の事件となったが、最終的に不起訴処分となった。この件について、藤井は、球団から、禁止処分を受けていたが、2012年7月20日付で、再び出場選手登録された。2013年より、投手コーチを兼任する。2015年10月13日付で対談した。対談は、 任意引退で今後は地元への就職を希望していると報じられた。マックス時速148キロメートルの伸びのあるストレートと鋭い変化球のコンビネーションが売り、投球練習の初めにセカンドベースに近いところから一球、投げる癖が特徴的である。ありがとうございます。